衝撃。平野翔と仲間たちを守るための滝沢社長の断固たる行動。戸部事務所の大胆な決断、ナンバーアンダーラインアイアーティスト誹謗中傷への法的措置とは誹謗中傷という問題は、どの時代にも存在してきましたが、インターネットの普及とともに、その影響力と範囲は飛躍的に拡大しました。特に SNS の普及により、匿名での誹謗中傷が容易になり、 多くの著名人や芸能人がその標的となっています。最近、ナンバーアンダーライン愛の所属アーティストである平野賞神宮寺優太、岸優太に対する誹謗中傷や迷惑行為が深刻な問題となっており、戸部事務所が法的措置を検討するに至りました。この決定は多くのファンから支持されており、彼らを守るための重要な一歩とされています。平野翔やガ優太、 神宮寺雄太のような人気アーティストが直面する誹謗中傷の背後には、嫉妬や闇といった感情が潜んでいます。彼らの成功や人気に対する反発から生まれるこれらの攻撃は、単なる言葉の暴力ではなく、精神的なダメージをもたらす深刻な問題です。いくら強い意志を持っていても、長期間にわたる中傷は、彼らの精神的健康を脅かします。特に、彼らのような若いアーティストにとって、 その影響は計り知れません。滝沢社長がこの問題に対して毅然とした態度を示したことは、事務所のタレントを守るための強いメッセージとなりました。タッキーは初めから自分が盾になり守りますと宣言しており、ファンもその言葉を信じて待っていました。そして、今回の法的措置の発表により、ファンは事務所の迅速な対応を高く評価し、安心感を得ています。 誹謗中傷に対する法的措置は、単なる防御手段ではなく、アーティストが安心して活動できる環境を整えるための重要なステップです。一方で、過去には東方新規のユンホさんがアンチに毒入りの飲み物を渡されるという事件もありました。このような事例は、芸能人に対する攻撃がいかに危険であるかを如実に示しています。日本のアーティストは、優しさゆえに無防備なことが多く、 ファンとの過度な接触が危険を招くこともあります。ネット上の誹謗中傷も同様で、これらの行為が殺人にまでつながる可能性があることを認識しなければなりません。ヤフーニュースなどのメディアもまた、誹謗中傷の一因となっています。閲覧数を稼ぐために、根拠のない記事や誇張された情報が流布されることが多いです。これらの記事は、注目を集める一方で、さらなる誹謗中傷を生む温床となります。 虚偽の記事を本当だと信じてしまう読者が増えることで、アーティストに対する攻撃はエスカレートします。そのため、読者自身が情報の真偽を見極め、ご情報に対して適切に対処することが求められます。戸部事務所の迅速な対応により、タレントたちが少しでも楽しく仕事ができる環境が整うことを期待しています。多くのファンは、 誹謗中傷をする人々に対して法的措置を取ることが抑止力となると考えています。顔や名前を出さずに攻撃する卑怯な行為に対して毅然とした対応を示すことが重要です。誹謗中傷の背後には努力しない者の嫉妬や闇が潜んでいることが多いです。彼らは自分の不満を他人にぶつけることで一時的な満足感を得ようとします。しかし、 その行為がどれほど他人に深い傷を与えるかを考えることはありません。芸能人も一人の人間であり、彼らの努力と苦労を理解し、尊重することが大切です。どんな状況でも、ファンの応援がアーティストにとって大きな支えとなります。戸部事務所の発表により、多くのファンが再び自信を持って応援することができるようになりました。誹謗中傷に負けず、彼らが前進し続けることを願っています。 最後に、誹謗中傷問題を根本から解決するためには、社会全体での意識改革が必要です。インターネット上の匿名性が誹謗中傷を助長している現状を見直し、適切な法的措置と教育が求められます。特に若い世代に対して、他人を尊重し、思いやりを持つことの重要性を教えることが不可欠です。誹謗中傷がなくなることはないかもしれませんが、 その影響を最小限に抑える努力は続けるべきです。アーティストを守るための戸部事務所の取り組みは多くのファンに希望を与えました。これからも彼らの活動を支え続けることで、アーティストが安心して創作活動に励むことができる環境を作り上げることができるでしょう。みんなで応援し続けることで、誹謗中傷に負けない強いコミュニティを築き上げていきましょう。 この問題を解決するために私たちができることは何か、また、どのようにしてアーティストを守るための環境を整えることができるのかを考えることが重要です。皆さんの意見や考えを共有し、共により良い未来を築いていきましょう。誹謗中傷問題に対する法的措置の重要性が強調される一方で、私たち個々人の意識改革も不可欠です。インターネットが普及した現代では、 誰もが簡単に意見を発信できるようになった一方で、その責任の重さが軽視されがちです。匿名性の裏に隠れて他人を攻撃する行為は、決して許されるべきではありません。実際、誹謗中傷の影響で多くの人々が精神的に追い詰められ、自ら命を絶つケースも少なくありません。これは単なるネット上のいじめではなく、人命に関わる重大な問題なのです。 戸部事務所の今回の決断は、誹謗中傷に対する強いメッセージを社会に発信しました。法的措置を検討することで、誹謗中傷の抑止力を高め、アーティストが安心して活動できる環境を作り出すことを目指しています。しかし、これだけでは問題は完全に解決しません。社会全体での取り組みが必要です。教育現場での啓発活動や、SNS プラットフォームの監視強化など、 総合的な対策が求められます。例えば、誹謗中傷を行う者に対しては、ただ罰を与えるだけでなく、なぜそのような行為を行ったのか、その背景にある心理や社会的な問題にも目を向ける必要があります。いじめや誹謗中傷は、しばしば自分の不満や劣等感を他人にぶつけることで自己満足を得ようとする行為です。その根本的な原因に対処しない限り、 問題は再発し続けるでしょう。心理カウンセリングや社会福祉の充実もまた、誹謗中傷対策の一環として考慮されるべきです。さらに、誹謗中傷を受けた側のケアも重要です。アーティストはもちろん、一般の人々も含め、誹謗中傷に直面した際の適切なサポートが求められます。メンタルヘルスの専門家によるカウンセリングや、 法律の専門家によるアドバイスが受けられる体制を整えることで、被害者が孤立することなく適切に対処できる環境を提供することが必要です。また、SNS プラットフォーム自体も、誹謗中傷を防ぐための仕組みを強化する必要があります。現在、多くのプラットフォームは、誹謗中傷の報告機能を提供していますが、その対応が遅かったり、不十分だったりすることが多いです。 AI を活用した自動検出システムの導入や迅速な対応を可能にするための体制強化が求められます。プラットフォーム側も利用者が安全に交流できる環境を提供する責任があります。一方で、ファンコミュニティも大きな役割を果たします。誹謗中傷に対して毅然とした態度を示し、健全なファン文化を育むことが重要です。ファン同士が助け合い、支え合うことで、 アーティストを守るだけでなく、ファン自身も安心して応援できる環境が作られます。特に若いファンに対しては、他人を傷つけることのない応援の仕方を教えることが大切です。誹謗中傷の問題は、私たち一人一人の行動にかかっています。他人を傷つける言葉を発する前に、その言葉が相手にどれだけの影響を与えるかを考えることが求められます。 インターネットの匿名性に甘んじて他人を攻撃する行為は決して許されるべきではありません。私たちが互いに尊重し合い、思いやりを持って接することで、誹謗中傷のない社会を築いていくことができます。戸部事務所の今回の取り組みはその第一歩に過ぎません。しかし、この一歩が大きな変化をもたらす可能性があります。誹謗中傷に対する法的措置が講じられることで、 他の芸能事務所や企業も同様の対応を検討するかもしれません。また、社会全体で誹謗中傷問題に対する意識が高まることで、より包括的な対策が講じられることが期待されます。